はい、バカな嫁を持つと苦労するというのはね、どっかのおばあちゃんが言ってた言葉ですけども、その言葉と今回の件は関係ないと思って聞いてください。まあ、森友事件とはちょっと言えないかもしれませんけども、現在ですね、東京都では外出規制があったりとかね、まあ、不要不急の外出をちょっとダメですよと、自粛を要請したりする、その最中なんですよね。多くの人が一丸となって、もう気に入らないけど、こういう時はみんなで頑張っていこうかみたいな感じでね、一致団結しようとしているところに、その調和を乱す人が現れました。さあ、誰でしょうか。それはですね、ニュースの手越さんじゃないんですよね。桜を見る会をなんとですね、強行してしまったという昭恵夫人ですね。安倍総理のご夫人でございます。またやってくれましたね。どうなってるんでしょうね。森友事件も言ってみればですね、昭恵さんが勝手なことをやったから、その火消しに総理がずっと追われて、もう法律まで踏みにじらないといけなくなったというね。まあ本当にね、女性は魔性のものかと思うんですけども、でも逆の立場も言えます。男性がどうしようもないと、例えばね、ギャンブル依存だったり浮気ばっかりしてると、女性も不幸なんですよね。まあですんで、夫婦はお互いに、人格は尊重しながらもね、一体となって行動しなければなりませんし、ある程度考え方もね、一つにならなければなりませんし、それこそね、奥さんが、旦那さんに、今回の件はね、安倍昭恵夫人は首相に、安倍総理に最も忖度しないといけないんですよ。こんなことしたら、もしかしたら総理が答弁やりにくいじゃないかなとかね、こんなことしたらきっと自分の旦那さんはね、野党からの追及が厳しくなるんじゃないだろうかと思って、慎重にしなければならないときにやってくれました。いやー、なんとね、人気アイドルグループ T って言ってましたけども、予算委員会ではニュース手越らと花見お花見は結構なんですけども、今の時期はね、やっぱりいろんな反感を買いますんで、立場のある人はしない方がいいと思います。なんせね、 K1 ですら怒られちゃいますし、その花見ですらね、もうやめとこうかになりますし、屋形船だってね、もう倒産の勢いなわけですよ。そんなね、大変な時に、まあ他人は他人、自分は自分なのかもしれませんけども、いや、安倍総理のご夫人はね、ファーストレディはね、やっぱりおとなしくした方がいいんじゃないかなと。こういう時だからこそ、私たちも頑張りましょうって言った方が、まあ総理はきっと国会やりやすいんじゃないかと思うんですよ。まあ総理はね、本当にね、賢い人だと思うんですよ。なんでここまでね、予算委員会にボロクソに言われながら、原稿を何回も何回もね、同じのを読んで時間を潰して恥をさらさないといけないのか。もうそれこそね、海外のメディアからも大笑わいですよ。もうこんな国と取引できるかみたいなね、思われてる部分もあります。まだ記事はね、見つけてないんですけども、実はね、安倍総理の失態は全て安倍昭恵さんの、まあ、火付けによるもんではないかと。安倍昭恵さんがね、勝手なことをしてるから、安倍総理がそれに足引っ張られてるんじゃないか、みたいな、そんなことを言い出す人も出てきたりして、出てこなかったりしてですよね。でもね、やっぱりね、これね、近畿財務局の職員の自殺報道の日も、神田うのさんとパーティーみたいなのもありましたけども、少なくとも自分が積極的に関わったものからね、やばいと思って手を引いたわけじゃないですか。やっぱりね、お亡くなりになったことに責任を感じないといけないのに感じないんでしょうね、きっとね。自分関係ないわ、とか。私のせいじゃないものっていう感じなんですかね。いやー、良くないですよ、この辺は。一回ね、やっぱり、証人喚問受けた方がいいですね。で、少なくとも公の場に来て、森友事件と自分の関係をしっかり話した方がいいと思います。もう、人までのお亡くなりになって、次のお亡くなりになることも出るかもしれないんですよ。さすがにですね、官僚の方がいかに両親を売り渡したといっても、これほどまでにね、長引くと、家族もかわいそうですよ。近畿財務局のね、某人がいましたけども、景色ばむ場面があった。あの人、家帰ったら奥さんに会わせる感はないんじゃないですかね。いや、まともな神経だったら、当事者の家族が持たないですよ。ね、やってられないと思いますよ。はい、じゃあちょっと記事の方行きましょうか、ちょびっとぐらいは。いつもね、私のね、怒りを話してるだけで終わっちゃうんですけども、国民に喧嘩を売ってるとしか思えない行動、これ売ってるっていうのがね、感じが違うところがなかなか面白いですけどね。売買の売るにしていかないといけないですよね。またあの人が繰り出した。この、繰り出したって書き方がもう悪意を込めてるんですけども、またあの人が繰り出したって、ジャブみたいですね。政府が不要不急の外出を自粛するように国民に呼びかけている最中の3月中旬、安倍首相の妻、昭恵氏が芸能人らに囲まれて花見を楽しんでいたという報道が飛び出したからだ。これはね、今の時期はやめた方がいいですよ、やっぱり。
イラッときますよ、本当にね。この秋石による桜を見る会って皮肉ってこうやってついてますけども、で開催問題をスクープしたのは来週発売の週刊ポスト、昨日夕方にニューポスト7の先出し記事を見たんですけども、そこに掲載された写真にはライトアップされ美しく咲き恐る、咲き誇る桜の木をバックににっこりと満面の笑みを浮かべる昭恵氏の姿が、そして昭恵氏の前方にはジャニーズ事務所所属のアイドルグループニュースの手越っていうんでしょ、手越拓也が親指を立ててグッドマークですよね、いいねですよね、微笑み。さらに昭恵氏の隣ではモデルの藤井里奈さんっていうのがいるんですか、昭恵氏に親しげに顔を寄せて写真に収まっている。昭恵氏と手越、藤井以外の参加者の姿はぼかしが入っているため、判然としないが、10人近くで集合写真が撮られたものと見られる。いいですね、いいですね、国のね一番の権力者にいつでも守ってもらえる、ゆるふわ奥さん、いいですね。私昭恵氏のことを別に嫌いではないですよ、全然知らないんで。でも私がね、やんごとなき立場になった時にはと仮定するとですけどもね、そんな仮定は無意味ですけども、やんごとなき立場になった時は、私はね公の精神を持っている方を、いわゆるね世間体を気にする方をなんぼかね選んでお嫁さんは見つけようと思いますね。ちょっとこれはないなと思いますね。この今の画像ってのは今回の件とは関係ないんですけども、この画像ですらねなんか企んでるように見えちゃいますよね。本当に人の先入観って恐ろしいですね。はい、ということで今回は森友事件とは直接関係ないんですけども、ちょっと昭恵さん、ちょっと気を使って総理に援護射撃撃つぐらいの方がいいんじゃないですかね。これさらに足引っ張ってるし、こんなことを予算委員会でねやり取りすると、昭恵さんのことが出てくると国の予算って本当に無駄遣いになっちゃうんですよ。だから昭恵さんはちょっと目立つようなことをせずに、申し訳ないですけども、ファーストレディである間はおとなしくきちんと収まった方がいいと思いますよね。収まるところに収まってですね、で陰で総理の手伝いをしていただくと、もう完全にこれ出てくるたんびにね、総理とかね、それから国会とかね、国民の邪魔をして本当何やってるんですかと、昭恵さんによる逸失利益ってどのくらいかかってると思うんだって、誰か計算してみてくださいよ。本当に良くないですこれは、と私は個人的に思いますけども、皆さんどういうふうにお感じでしょうか。これでも昭恵さんには罪がないと、昭恵さんもっとやれっていう方がいるかもしれませんけどもね。